さんこんにちは、さひなこです。本日は一人体力測定やります。体育館に来たのめっちゃ久々っていうか暑い。体力測定とかやってたのって高校生ぐらいの最後、高校生やったかも怪しいので多分中学生最後かなっていう印象もあるぐらい、まあ、ジムはね行っててもこう自分のこう限界とかまではもう分かんないんですよ。だからちょっと今日はどんなもんなのか測定していきたいと思います。本当に私体育あのマット運動とかが苦手すぎて、こうやって飛ぶ棒高跳びみたいな、あ、はいはいはい、100センチか80センチが乗るまで超えれなくて、はい、3人居残った記憶があってそのうちの1人になって、うん、成功しないと帰れなかったですね当時。早速やっていきましょう。まず握力測定から、まず右手と左手良かった方を残します。ちなみにですね、うん、25歳から30歳の女性、うん、平均値、28らしいです。私ね握力最弱だったんよ。ギリ11とか。さすがに増えてると思います。あと大きい声出せば増えた気がする。なるほど。あの瓶開かない時に、はいはい、やーって言うと。じゃあ右手からいきます。14.2。まあ平均値はいかないけども学生の時よりかは増えてますね。でここはちょっと疑問なんですけど、もしかしたらこの平均値左右の合計説。ああ、両手で、両手で28かもとしたら。そんなわけはない。あ、そうかもしれないですね、もしかしたら。両手の合計値。次左手。はい、じゃあ左手。あれ、13.2。絶対平均だ、これ合計だわ。本当ですか？だってそんな半分なことあります？いや私最弱なんですよ本当に。両手でやったらもうちょっといく。あ、そう、両手でね、グッとね。はっ、23。どっちにしてもダメ。両手でも足りなかった。14と両手23。はい、はい、結果以上です。よし、次行きましょう。体力測定とはまた関係ないけど、あのフリースロー、はい、せっかく体育館来たんでね、5本中1本成功したらクリア、はい、ってことで、今何かとバスケ盛り上がってます。そうですよ、はい、もうバスケがやりたかったです。なるほど。バスケの経験時代は、あのもう小学生の時にミニバスをちょっとやっただけ。じゃあほぼないということで。ない、たしなむ程度です。そもそも届かないという問題が発生しておりますけれども。ちょっと遠いな。じゃあ1本線前にしてみますか、はい、あ、それもそんな、そんなここってことですよね。ここでございます。この約50センチぐらいですかね。この赤す、この、これね、はい、これ入りますわ。さすが入りました。いや、普通あのドンって後ろに当たって入るんですけど、距離が足りなすぎてスポッて入ってギリ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 。お次は、はい、立ち幅跳びでございます。立ち幅跳びはもうこの場からえいっていくだけですよね。です。平均どれぐらいですか？ここからこういって、この辺ですね。行かないだろうな。行かないだろうなって言いました今。行かないだろうな。どうやって飛ぶんだろう。ピッって感じかな。ほんとこういうの苦手なんで、誰も教えてくれなかったもん。お、え、ちょうどですね130センチですね。30足らず、平均足らず。
ダメです。ダメ、両足。それダメです、はい。全然ダメです。あ、ダメ。はい。はい。はい、違うのよ。もしかしてですけど、ちょっと運動苦手みたいな感じることあります？居残りさせられてるぐらいなんだって、まあ本当に。球技は大好き。身体能力を問われる、こう、なんていうのかな、こうなんか、ね、計測系。計測系。はい、マット運動、計測系、はい。誰も教えてくれないから。続いて。はい。上体起こし。上体起こし、腹筋にですね。はい。平均は平均はですね、佐野さんの年齢だと18回です。18回いけるっしょ。18回は多分30秒間で、はい、18回ですね。やばい、腰痛やばい。はい、では用意スタート。なんと残り5秒です。いかないいかないいかない。16、17、18。おお、行きましたね。ギリ18ではないでしょうか。ギリ18です。あ、危ない、平均値。ちょっと最初余裕かましてましたね。後半スピード上がりましたもんね。残り5秒って聞いて、あれやばいってなって、最初からあれぐらいでいけてたらもうちょっといったかもしれないですね。疲れた。というわけでね、基本平均以下ということが発覚しました。学生の時からそんな節があったんでね、まあ、変わらずかっていう結果なんですけど、ギリギリね、腹筋は平均値にいけたので、これを維持してきたらね、佐野より弱い女の子あんまり出会ったことないですね。ちょっと最弱かもしれない、うん、いやー本当に、あの、はい、ちょっと挑戦者誰かいないかな。チャレンジャー集う。チャレンジャー集う。はい、というわけで残念。